いいですか。ですね、これから手相人相の見方を始めます。で、私が教えると1時間で見れるようになります。それもどのぐらい見れるようになるかっていうと、10年修行してプロとして10年やってる人、それより当たります。で、あんまり当たるんでみんな驚きます。では基本的な話からします。これが大切です。これがわからない人は手相は見れません。いいですか。まず第一に、手相に悪い手相とか悪い人相はないんです。簡単に言うと、その人の個性が出てるだけなんです。だからその人の個性に悪いものなんかないんです。それでその個性をいい方に導いてあげるのが手相とか人相で、相手に対して注意をするとかそういうことを言ってるんじゃないんです。で、基本的に人の心は闇なんです。無明と言って光がない世界なんです。で、その光のない世界にポッと光を灯してあげるんだ。そのために手相を見て人相を見るんだよっていうことが分かってないとダメなんです。だから愛のない人に手相とか人相は見れないんです。だからこの人に愛を与えるんだ、光を与えるんだって気持ちになると、相手の守護霊とこちらの守護霊が話します。で、2通りあります。1通りは本当に言うことがしらめいて出てくる人、それからしらめかなくてもこれを言ってあげようという形で出てくる人と言います。で、これは2通りいますから、どちらでも構いません。でも必ず出てきます。わかりますね。相手の心にしようと思います。で、これが基本です。で、このことさえ分かってればいいんです。で、その時に私にできるかしらとかって思わないでください。私がやるんじゃないんだっていう気持ちになってください。よろしいですね。これがまず絶対的基本です。では、まず手相を見る前に必ず相手の人の顔を見ます。いきなり手だけっていうことはないですから、顔を見ます。その時、相手の顔を見た時に、鼻から下、これが若い時です。それで真ん中が中年。それで額が晩年です。いいですか。まず額を見た時に、なんとなく豊かそうな人と、なんとなく貧しそうな人がいます。で、これはどういうことですかと言っても、必ずわかります。なんか肉付きとか色とか艶とか波動が弱いとか必ず分かりますから心配ないです。それでそこが肉があれちょっとおかしいなっていうような人、貧しそうだな、今大金持ちですよって言っても必ず貧しいです。それからふくよかで二重顎でとか、よく二重顎服装だという人いるけれど、長屋でも昔は二重顎いるよって言ったぐらい、若い時大切に育てられた、子供の時大切に育てられたってことです。まずそれだけ見てください。それから口があります。で、パッと口を見る、口を見て口がでかい人は生活力があります。で、口の小さい人はないです。 OK ですか。男の人でもそうです。で、ないからいけないんじゃないんですよ。今みたいに女性が外で働くようになってくると、口のでかい女性が人気があるようになる。今井美樹さんでもそうです。それから、ジュリア・ロバーツもそうですよね。ただ、今井美樹さんなんか口が大きくて生活力があってバンバンやるんだけど、女らしいふりしてると、バランスが崩れちゃうんです。それが病気になって現れたりなんかしますから、本来はそういう性格じゃないのに殺してるなっていうような見方ができますね。いいですか。それから、真ん中、中年層。その中年層を見たとき、色つや、そういうのも見ますけれど、目があります。いいですか。まず目をパッて、人間って目を見ます。目がパッチリしてて OK。あ、この子は意外と早熟ですね。っていうふうに見ます。OK ですか。で、眉毛見ます。ね。この眉毛が濃い人は親と縁が濃いです。これが、薄い人、だから嫁に行く前になって、それから家にあんまり帰んなくなってきたりなんかすると細くなってきます。わかりますか？ね、だから結婚前になってくるとこう
いじくり出してきたりなんかして細くしたり薄くしたりしていきます。でここで見てみれば分かります。それから、子供たちが何人かいても眉毛の濃い人が面倒を見ます。親の面倒、縁が深いってことです。いいですか。それから鼻を見てください。鼻を見た時に鼻に力がある、極端で一番分かりやすいのは北島三郎さんみたくでかいということじゃないんです。こう力があるなって感じをする人います。そういう人というのは馬力があります。頑張り屋さんです。だから、社会へ出てって頑張っちゃってなんとかのし上がっちゃう人ですねっていうふうに見てください。で真ん中にそれが集中しています。それから死体を見ます。死体を見るとこの死体が艶やかである、張りがある、それからあるこうある程度膨らみがある。でこれは晩年を見てここがあんまり死んじゃくないようだなって思うと、晩年はあまり良くないな。なぜかっていうとここは頭を使ったり頭をどのぐらい頭の中にいろんないいことがどのぐらい詰まってるかっていうので死体の形って変わってきます。で若い時は若い時って少年期ってのは親の運もあるし、それから中年期ってのは親もまだ生きてたり周りの引き立てもあります。でも晩年をしっかり生きるっていうのはその人の頭がどのぐらいいいかにかかってきますから、晩年期が死体に出るのは当然ですよね。それから顔を見た時に耳が見えます。もし耳かぶってたらちょっと悪いけど耳見せてください。で耳見ます。その時に耳の形が福耳の人がいます。で福耳の人っていうのはあこの人はよく人の話聞く人だね、あんたよく人の話聞いて偉いねっていうことです。それから人の話を聞かない人っていうのは自分のしっかりした考えを持ってるってだけです。で共に悪いことじゃありません。わかりますかね。で福耳の本当は乞食とかって言って人の話ばっかり聞いちゃってると騙される場合もありますね。でそんなことをいちいち言う必要はないんですよね。で今から手相を見るのに入ります。ただし手相を見る前にあんた手見してごらんって言う前にはもう顔は見てるんです。だから実は8割わかってるんです。わかりますよね。で、はい、手相で手を見してごらんって言ったら手を出します。ね。で、その時ね、手の出し方を見てください。手を広げて出す人はすごい開放的で、開けっぴろげの人です。それから手を揃えて出す人がいます。この人は本当に几帳面です。それから手をつぼめる人がいます。でそういう人は臆病なんです。わかりますか？ね、手相を見る前にもそんだけのことがわかります。ね、よろしいですか？で、そこで問題なんですけれど、中には震えてる人がいます。それから暗そうな人がいます。心に火を灯すということが大切ですから、まずもう一回全てを見終わって何か言う前に一言ここでもう一度自分の心に言い聞かせることがある。それはパッと見てこの人暗いなと思う、暗いなと思ったらあなた明るい性格ですね、心に火を灯すっていうことはそのままのその人を認めてあげるということなんです。それを明るくした方がいいよとかっていうのはお説教なんです。わかりますか？あなた明るい人だねって、明るいんですっていう人と、中には暗いのに明るいと思ってる人もいます。それが、私明るいとか言われたことないのよって、そう見てて外れたことないから。あんたがなんか暗いと思っちゃってるんだとしたら、あなたが勘違いしてるか、親がやたら怒ったか、小さい時あんたのとこうんと怒ったりしたか、何かであなた暗いと勘違いしちゃってるんだよ。で、ここで一つ。必ず、あんた笑顔がほらいいじゃないって言った時に、笑う前に言ってください。そうすると、ほら笑顔がいいじゃないって言うと必ず笑います。ちょっとほらこの笑顔なんだよ。この笑顔が最高なんだよって言います。OK ですか？その時さっき見てたように、耳が気になった人だったら、あんたすごく自分の独自の考え持ってるね。ね？その独自の考えでいけばいいんだよって
言ってあげるか、何するかはこれから決めるんだけど、1点目につくとこあります。それをまず探します。で、手相人相はいろいろ言う方が実は下手なんです、ね、だから神髄今見せますからね。いいですか。指をまず見る。手相を見る前に指を見る。パッとこうやって見て、で、左手は生まれ持ったものを表し、右手は自分で開発したものを表す。いいですか。パッと指を見る。先がとんがってる人は霊感があるね。それから角型、角型をしてる人で、これはどういうふうにして見分けるんですかって言った時、自分が尖って見えればそれは尖った人なんです。わかりますか。それと自分が、あ、これは角だな、非常に微妙です、だから、あ、これは角だなとか、これはヘラ型だな、それから混合型だな、今ちょうど手出してくれてる人います。だからその人を見ると、小指と人差し指はとんがってます。真ん中は、あ、薬指もこれ、やらとんがりに入るんですけど、これを2つ角だと見ます。そうするとこの人をパッと見た時、霊感が2つある。それから真ん中が働き者だから、この人は職人に向いてるんだけど、創作的に何かをする。だから全く決まったものだけをするんじゃなくて、考えながらする職人技が向いてるなというふうに見ます。わかりましたか。で、ヘラ型をしてると器用な人、絵描いたりとか、なんかちょこちょこって綺麗で器用な人なんですねと思います。で、混じってれば全てのことがうまくできる。器用貧乏であり器用金持ち、両方なれる人なんだ。わかりますか。それをただ見ます。それで指の長さを見て、あ、指の長い人だなって言ったら、考え事が得意です。だから行動する前に考えちゃいます。指の短い人ほど行動的です。で、いい悪いはないんです。わかりますか。その時にどこを褒めるかをまず考えるんです。それでこうやって見る。あと親指の付け根を見て、この肉付き見た時、あ、この人は人情味があるな、オッケーですか。で、人情味のない人がいると、人情がないという言い方じゃないんです。あ、この人は情に流されないで物事はっきりできる人だなという見方します。それからこの人差し指の付け根、ここを見て、ここに膨らみのある人は悪い言い方をすると名誉欲が強いんです。でもそれを言っちゃいけません。ここの膨らみのある人は向上心がある。わかりますか。じゃあない人はどうなんですかって言ったら、あなたは、あの、なんていうの、自分だけ抜きんでようとしないとか、みんなを先に出してあげたり、そういうことする人だから友達が多いねとかっていう、ね、そうそう、出しゃばらなくて好かれますねとかっていうことです。わかりますか。だから手相の相を見る前に、まずそんだけのことがわかります。それで全体的を見ると、もう9割以上分かっちゃいます。分かりますよね。それから、じゃあやっと手相という指紋に入ってきます。分かりますか？シワがありますよね。で、このシワから見ていきます。そうすると、まず一番上にあるのが感情線。で、この感情線を見る。あ、細かくたチラチラチラっと出てる。ね。これは神経使うんだ、神経使っちゃダメよって人います。そうじゃないです。もう神経使うことはやめられないんです。だからチラチラっと出てる人を見たら、あ、あなた気配りがすごくできるから、あの、客商売とかそういうものやるといいねっていう褒め方です。わかりますよね。それから真ん中の感情、知能線というのが、で、知能線は長い人と短い人がいます。で、長ければいいんじゃないんです。長い人っていうのは非常に、これもよくものを考える人。短い人は直感で動く人。直感が優れてるということです。わかりますか？だから、長い人はどういうことですか？ちょっと、同じ水泳習うんでも、理屈をちゃんと聞いてから泳ごうとか、直感型の人はいきなり水の中入ってやれっていう人います。
で、これはどちらでもいいんです。ただそうだよということです。わかりますよね。それから人を指導するときも、あんたは理屈型だからちゃんと理屈から入った方が早いよ、いきなり水に入った方が早いよって人がいます。わかりますよね。それからここの生命線で、生命線というのは大概はぐじゃぐじゃ乱れがあるか、途中で切れてます。で、切れててまた下につながってます。それをいちいちいつ頃病気するよだとか言う必要ないです。なぜかというと、切れてても下にあるっていうことは、神様は完全に殺す気だったらそこで下を作らないんです。あなたここで線があって切れてるけれど何の弊害もないよ、そのままそこへ渡っていけるから、下手な駅舎にかかったりすると病気になるだとか言うけど、全く気にすることない、絶対ならないからね。それは人相とか手相とか総合して言ってるんだよ。ここだけ見ると下手なやつは病気するねってなっちゃうよ、だけどそのことは心配ないよっていう話です。 OK ですか。それから知能線と生命線が間が離れてる人は大胆です。例えば私が言うと、左手はくっついてます。ってことは、生まれ持っては身長型なんだけど、右手は離れてます。ってことは、大胆に行動します。だけど大胆に行動してるけど、慎重に考えてやってるんだな。わかりますか？両方大胆な人は大胆な人でいいんですよ。だけどそういう見方します。例えば、反対の人もいます。生まれ持ってすごい大胆なんだけど慎重に生きてる人もいます。でもそういう人は時々根の大胆が出たりしますよね。 OK ですか。で、まずそれを見ます。それから結婚線、生命線、感情線とですね、小指の間にあります。それでですね、ここに書いてあるのが真ん中を22としてあります。これはかなり若い人です。で、簡単に言うと真ん中を25だとして、いいですか、下が17ぐらいの上が50だと思ってください。全体的に。わかりますか。真ん中が25、それで上が50だと思ってください。で、そうするとそこの真ん中だと大体いくつだろうっていう、わかりますよね。それで、なぜそんなことを言うかっていうと、若い人の場合は今現在早熟だから、これは20歳以下の人を見てやろうとかっていう時は真ん中を20ぐらいに下げなきゃダメなんです。で、これは20いくつだなとかって大体それもわかるんです。よろしいですか。で、そのことをまず頭に入れてください。で、ここの見方というのは、大体どういうことですかって、基準が一個あればいいんだよね。その基準を見るためには、ね、すいません、知り合いやなんかで、ね、あんた結婚したのいくつの時だっけとか、聞いてみると大体、ああ、ここら辺基準なんだって、自分で基準値がわかります。それと、これは同棲してたとか、もう、何年も付き合ってたっていうのは結婚相として出ます。なぜかっていうと、籍入れようが入れまいがそんなことはどうでもいいんです。結婚しようと思って付き合ってたやつとか、そういうことで出ます。で、ここら辺に関して言うと、一つ本、簡単な本がありますから、それで見てください。それで、コツのコツは何ですかって言った時、バーッと顔を見てこうやって見た時、どっか一箇所何時かわかるんです。その時、手相見てあげようかってずっとこうやって見てて、この人は情が熱いんだなっていうことが分かったとします。分かるっていうのは目立つことがあるんです。そしたら、あんた情が熱い人だねって、あんた人情味があるから全てうまくいくよ、今やった苦労が後になって全部出てくるいいタイプだからね。で、それ以上言う必要ないんです。よっぽどなんか聞きたいことがあるってなら別だけど、いろいろ言うことはないんです。それから、ファッと見てて一番この子が死体が良くて、あんた頭のいい人だねって、あんたぐらい頭が良くて、ね、
性格が良かったら何やってもうまくいくから頑張んなねって。ね、耳がふっとなぜか耳が気になって、としたら、独自の考え持ってるねって。ね、その考えで生きなって。なぜかって言うと変えられないんです。今まで変えられないものを暗い人間を明るくしろだとか、そんなことばっかり言ってたんです。本当に人を変えたいんだったら、明るい人ですねって言ってやんなきゃダメなんです。で、何を言ってほしいかは、相手の日暮れとこっちの日暮れが話し合うんです。で、こうやって見てて、どれか一点、手相って悪いのとかいいのとかないんだよ。今目が気になります。双軸ですねっていうことじゃないんです。社会の窓がうんと開いてるの。よく物見るねって。ね。あんたみたく広い目でいろんなこと見てたら、いろんなことが分かってくるよ。だからこれからますます分かってきて、それが成功につながるから、多方面にわたって物見てごらん。って、一点なんです。で、ところで何か聞きたいことあるかいって聞いて、いや、別にないんですけれど、って言ったら、ね、手相ってどんどん良くなるからね。今いろんなもん見ててごらん。そうしたら、相がうんと良くなるから。そしたら、また見てあげるよ。一点が本当はいいんです。で、一点褒められると人は覚えてるんです。で、もしあれだとしたら、あんたすごくいい層してるね。それだけでもいいんです。心に火を灯すというのはそういうことなの。わかる？で、それを小技に、もちろんここの線がどうのこうのってあんまりやってくると、当てることに専念しちゃうの。火を灯すことに専念ができないんだよ。で、心に火が灯れば必ずその人はいい方に行くんだよ。だから必ずあんたいい方に行くよ。そうやって言ってあげれば、間違いのが当たってましたって言うんだよ。だって火が灯ってないから迷子になっちゃうんだよ。ね。火が灯ってんのに、道じゃないとこ入ってて怪我しようって人間いないんだよ。だから火を灯してあげる。で、それだけなの。ただものすごく今悩んでて闇のゾーン底にいる人だったらその場で火灯しちゃダメなの。今最悪だよねって。今最悪だけど6ヶ月後から良くなるよっていうか、もっと最悪の人で自殺しようって人だったら、あんた今すごい最悪だけど2年後から全て報われるよ。2年先に自分は光があるんだと思えば今から明るいの。そっち向かって歩いていけばいいんだ。心が赤くなる、明るくなるの。それを今落ち込んでんのにさ、今これから良くなるよって信じられないの。そういう時は遠くに光出してあげる、ね、それで人の心に火を灯すのに練習もいらないの。愛があれば十分なので、たったそれだけで当たるの。で、暇な時にこういうの見てればいいの。そしたら相手にポッポッと当たるようになるの。わかるかい？で、これがコツなの。このことさえわかれば10年20年やってる人より当たるの。あとは手出してごらんとか顔見ると本当にいろんなことがわかるので、ひらめかないんです。ひらめかなかったらあんたは人の心に火つけない気なのかい？どうしたらこの人に火つけられるかじっと考えておかな。そしたら必ず何言うかが分かるんだよ。分かったかい？これが道を開いてあげて心を開くんだ。で、ポッと火つけてあげる。道を開いたって真っ暗闇じゃ歩けないんだよ。ライトつけてやんなかったら歩けないので、ライトをつけてあげるんだっていうこの愛の気持ちがあれば間違いなくうまくいく。 OK ですね。で、あとは自分が幸せになって、どうしたら自分が幸せになるか、そういうこといっぱい知ってるので、こういう時はこうやって考えなとか、こういう時はこうだよってアドバイスしてあげるのね。もともと手相人相に悪いものはないので、そのことが分かってなきゃいけないのね。もう一回最後に一つ言うけど、暗い人にあんた暗いねって言ったら説教なんだよ。説教はされてきて暗くなっちゃったんだよ。それを絶対やっちゃダメだよ。ね。この人暗くて明るくなればいいのにと思ったら、あんた明るい人だね。
って言ってあげるの。手がこうやって震えてたら、少し勇気出さなきゃダメだよって言っちゃダメなの。手が震えてる人見たら、あんた勇気ある人だねって。ね、見てごらん。あんた怖くて震えてんだろ。震えてても、ね、入ってこうやって手出す。あんたみたい人がどんなことでも乗り越えられる真の勇者なんだよ。私はそれがわかる人なんだよって言ってあげて、相手の心に火が灯るんだよ。ね、当てればいい、注意してやればいいんじゃないんだよ。そんなことで心に火が灯ると思ったら大間違いなの。わかるかい？なんて言ってあげたら火が灯るか、そのことだけをわかれば、明日から手相でも何でも見れるので、愛のある人間になるので、人の心に灯ってる火を消しちゃう人間が悪魔の使いなの。闇に連れて行こうとするのが悪魔で、闇の人間に光を与えてやろうっていうのが神の使いなの。神の使いってと、使いっていうのは相手の心にどうやって火を灯すか、それにかかってるの。だから手相を見ながら悪魔の手伝いをしてるやつはいっぱいいるんだよ。で、そういうやつは必ずこのままだ、行くと死んじゃうよだとか、散々脅かして壺を打ったりなんかするの。わかるかい？ね、人が心配するようなことを言っちゃダメなんだよ。ね、人の今のまんまで火をつけてあげる。それが神の使いなんで、神の使いで仕事をしてると、体の調子はどんどん良くなってくる。人の脳を治してやったから自分が具合が悪くなるってけど、人にいいことして具合が悪くなるなんてことはないんだよ。これ基本だからしっかり覚えてくださいね。はい、以上です。あと追伸です。俗に言うですね、中指に向かってまっすぐ伸びてる出世線っていうのがあります。それでですね、あとは小指の方へ逃げてる伸びてる人気線っていうのがあります。で、これが出てたらどういうことですかっていうと、出世する要素があるということです。わかりますか？それから人気線が出てると人気が出る要素があるということです。で、出てたから出世するということじゃないです。だから、ああ、要素があっていいね。ちなみに言いますと、大社長である私は出ておりません。だから出てないから手相だけ見れば出世はしないんです。わかりますか？ところが、心に火が灯って行く場所がはっきりしてればいいんです。なぜかっていうと、素質がなくたって出世した人のことってのを考えてて、こう、人の嫌がることをしないとか、ちゃんとする、お金貯めるとか、ちゃんとしたことをしてれば、どんな人でも出世はできるんです。だから、火が灯ってれば大丈夫なんです。わかりますか？ね。だから、素材を持ってても使わないで死んでっちゃう人もいれば、素材がなくても学ぶ人もいるんです。わかりますよね。だから、まず火を灯してあげるんです。で、火を灯してあげて、2回目来たへ。こういう風にするといいよ。3回目来たらこういう風にするといいよ。で、それをやってるうちに相手が成長するんです。それと、手相人相、特に私のやつをやるとすごくいいのは、相手に火を灯してあげよう。人を褒めたとき、自分の心に火がつくんです。それから次来たとき、こういう考えしな、こういう考えしな、教えてあげるためには、自分も必ず成長するもんなんです。だから、神様ごとというのは、相手に与えたものは必ず返ってくるんです。与えっぱなしっていうのはないんです。嫌なことを与えれば嫌なことが返ってくるんです。だけど、いいことを与えたら、自分にはいいことがいっぱい返ってくるんです。だから自分の層なんかどんな悪くたって構わないんです。本当に早死にの人でも相手が喜ぶことをずっとやってると、運命線じゃなくて生命線がどんなに短くても長生きしちゃうんです。これはもう実例で出てるんです。生き方なんです。心に光を持つ、それでこの光を分け与えるようになってくると奇跡はどんどん起きるんです。だから本当に悪い層なんかないんです。 OK ですか？はい、よろしくお願いします。もう一つ質問が出ました。手相でですね、マス掛けって線があるんです。どういうことですかっていうと、感情線と知能線が一緒になってるんです。
だ一本ね、線が足りないんです。で、こういう人はどういうんですかって悪くはないんです。で、特にこういう人は一芸に秀でた人が多いんです。だ頑張り屋さんなんです。で、頑張り屋さんで一芸に秀でているから、それはそれでいいんです。ただ、物事ってのは悪い方に回っちゃったとき、その人の運勢悪くなりますよね。で、一芸に秀でてるんですけど、頑張り屋さんがちょっと行き過ぎちゃうと、頑固になっちゃうんです。だから、頑固にならずに、自分のことちょっと柔らかくして、努力家で頑張るのはいいんです。頑張ると頑固って微差なんですけど、そこに違いが出るんです。だから、ああ、あなたすごい頑張り屋さんですね。認めてあげてください。で、認めてあげれば、その人ってのは頑固にならないんです。頑固って不思議なんですけれど、人に認めていただけないで、心に火がついてないと頑固になっちゃうんです。ポッと火がつくと、本当にいい人なんです。だから、火をつける前と火をつけた後では人は変わるんです。だから、あなたたちは性格を市販する前に火をつけてあげてください。そうすれば、神の道へちゃんと行くんです。で、その人はちゃんと自分は幸せになりたいんです。道がわからないんです。暗いからわからないんです。火をつければ十分できます。よろしいですか？はい、以上です。はい、もう一つ追伸があります。ちょっと言葉が足りなくて申し訳ないんですけれど、この手相を見るとすごく当たるんです。で、当たるんですけれど、お客さんに言うときにですね、私もね、随分長くからやってんのよとか、うちのお師匠さんってすごい人なんだよとかって言って、人の心に火を灯すためにやってるんです。それを日本人って謙遜すればいいと思って、昨日から始めたのよとかって言うと、例えばですよ、パイロットが今日初めて飛行機乗るんですけどとかって言ってね、謙遜していい場所と悪い場所があるんだよ。やっぱし、ああ、長くやってんだ、そういう人が言ってくれるからつって心に火がともるんで、あなたが謙遜することによって火を消しちゃうことがあるんですよ。だからそのことをしっかり覚えておいて、もう私ね、随分長くやってんのよ。それと、うちのお師匠さんって本当に日本一で、みんなが見てほしがるのよ。そういう人の私、直弟子なんだよ。とかって言って初めて安心があるんだよ。ね、それから、そのこと、今もらってこうやって髪見ながらこうやってやったりね。そういうことしちゃ絶対ダメだよ。もう自信満々の顔してやるんだよ。ね、長く私やってっから心配ないよって何人も見てきて言ってんだから、あんた本当に明るくていい性格だよって、こうやって言わなかったら火が灯らないんだよね、そのことよく覚えておいてしっかりやってくださいよ。はい、ですね、始まるときね、手相やなんか見るときね、ちょっと塩舐めた方がいいよ。なぜかというとね、変な霊ついてる人が来るとね、もらっちゃうことある。で、相手はさっぱりして帰るんだけど、こっちさっぱりしない場合があるからね。だからちょんと舐めた方がいいよ。ちょんと舐めてやってください。それと、人の心に火を灯して自分の具合が悪くなるようなことは絶対ない。だからよく人のを見てやってたから自分が悪くなったとかっていうけど、それは絶対ないです。それは注意型なんです。あなたこれしなさいだとか、さっき言ったけど、鼻のね、穴が見える人は金からなんからみんな出てっちゃうとかで、くだらねえこと言うやつがいるの。あと絶対いけないのは、人の生き死にに関することは言っちゃいけないんだよ。あんたいくつまでしか生きないよだとかっていうやつ、全部嘘だよ。人の生き死には神が決めることで、人間が言っていい領域じゃないの。それに踏み込む人は絶対インチキだよ。本当に。人ってのはね、学ぶって気があれば長生きするもんなの。本当なんだよ。ね、ちゃんと塩舐めながらそういうことしていかないといけないよって。で、手相人相の話じゃないんだけど、今からいくつか話するからね、ちょっと聞いててね。これからね、非常に厳しい時代が来るの。